親に会いたいですから、ああ、そうですよね。はい、来年の夏頃には帰ろうかなと、思っています。エリックさん、僕最近商用紙炭のビートンをいつもブラシで磨いてるんですよ。ほら、彫刻が、5本爪の竜が彫刻があって、そうで、彫りがすごい深いところもあれば浅いところもあるから、もうずっとずっと磨いて、辛苦だそ辛う苦だ。やっぱりあれは僕が今まで見てきた中で一番いい商用紙炭のものだと思います。最好的小叶紫檀小物件，来，哎哎哎，让我们 Tenga 上看看我新得到的宝贝。哇，何ですかこれ？这是一个乾隆御制的小叶紫檀宝盒。わあ、すごい。裏には文字も彫られてるんですね。上面呢是刻着乾隆皇帝的御题诗，乾隆皇帝呢是一个疯狂的诗词制作人，他呢一生累积了4万多首的御题诗，平均一天2首。エリックさん、これ触っても大丈夫ですか？天下さん、触ってください。わあ、この字の彫刻はあるんですけど、表面はすごく滑らかですね。これは全部手作業なんでしょうか？是的，全部都是手动雕刻。那摸起来呢，虽然平整，可是可以感受到明显的入刀痕。那入刀痕里面深浅的钝点呢，是手工雕刻最直接的证明。じゃあこの商用紙炭の箱はよそではどこに行ったら買えるんでしょうか？天下さん，見てください。这是2014年的古董拍卖大典。那上面呢有一个紫檀宝盒的拍卖价是130万人民币，那旁边的紫檀宝盒拍卖价呢是200万人民币。那现在呢这一桶明清时期的宫廷小玩意呢，在外面非常的难得，非常的少见。那如果想看的话，欢迎来台湾高雄西府雅集私人博物馆。那欢迎各位呢来西府雅集私人博物馆找我们喝茶聊天，一起赏玩这些明清宫廷时期的精美小玩意儿。皆さんお待ちしてます。